どうもこんにちは、海くんです。今回は自由空間さんとのコラボレーションということでビッグボックス高田の馬場店にやってきました。もう見てください、この小綺麗な入り口、自由空間ですよ。もう自分の心がフリーダムになって、もう自由だーってね、こうやって。すいません、あの自由になりすぎない程度にちょっとチェックしていきましょう。レッツゴー。まずはちゃんと手続きを終わらせます。そしてやっぱ最初に向かう場所といえば、まず満喫に来たらドリンクでしょう。綺麗すぎるよ、綺麗すぎる。見てください、もう女性とか、まあ今よくある意識高い系の人とか、こうティーがいっぱいあるんでね、いいと思います。まあでもね、せっかく満喫来たなら、まずは野菜ジュース、オレンジジュース、丸赤緑茶、リプトンティー、そして白ぶどう。覚醒モード入りました。ではここね、すごいいろんなブースがあるんですよ、まあ、デラックスブースであったりスライムブースであったり、もう違うブースって言わないでください。これで生まれてきたんですから、まあ、なんでそんないろんなブースを一緒に行きましょう。君の瞳に乾杯。それではまずスライムルームに行ってみようと思います。見てください、戦うとか逃げるとか、まあ無視ということで入りましょう。おーすげー、見てください、キングスライムですよ、キングスライム。どうや、やばい、逃げられないようにちょっとゆっくり行かないと。はぐれメタルにメタルスライムですよ。これやばいですね、魔法も何も効かないですね。もうメタル無双とか魔人斬りするしかないと思います。スライムブース最高。それでは次のルームはヨギボールームです。え、先生、ワタボーじゃないですよ、いやクリボーでもないです、ヨギボー。まあ誰もいないんですけどね。はい、行きましょう。あ、オシャンティー、いきなり快適で動けなくなる魔法のソファ日本上陸、それがヨギボー、つまりこれがヨギボー。まあでもね、こんなん大体ね、あんまりそんな僕聞かないんですよね。よくあのスーパーとかいろんななんかお試し、これすごいねって全然聞かなくて、まあこれとか座って、これは動けなくなるわ。あの、いくら言っても伝わんないんで、ぜひとも来て、もうこれに座ってお尻で感じてみてください。ただこのままだともう今日紹介できなくなるんで、ちょっと目をね覚ますためにも、ちょっとやっぱ満喫だから漫画撮りに行ってみましょう。じゃあ漫画撮りに行ってみよう。ということで漫画チェックしていきます。あ、せっかくなんでおすすめコミック、やっぱね、おすすめはこちらのヤングブラックジャックとなっております。私海くんがオープニングテーマ担当させていただいております。はい、ぜひぜひ見てくださいという宣伝でした。次どこ行こうかな。お、レディースルームなんてのもあるんで、ね、まあレディースでもある、まあいいしね。じゃあちょっと、あ、レディースルームなんで、すいません、あ、じゃあちょっと違うとこ行きたい。あ、すいません、あ、はい、行きましょう。ということで次は遊具場にやってきました。見てください、もう広すぎてどこにもうビリヤード台があるかも見つけられない。あった、まあ、私見てください、最近けん玉にハマってまして、もうこの玉つながりで、あ、同じ玉じゃんみたいなね、だからもうたまだけに、はい、やりたいなと思います。いやもう自由空間最高ですよ。はい、あ、これなくてもいい、自由空間最高です。今日は本当にね、自由空間を満喫する旅をね、付き合ってくれてありがとうございます。ということで僕はこのままあと4時間ぐらい歌い続けるんで、皆さんは自由空間のいろんなところを楽しんでください。ちなみに、10月の28日、僕のデビューシングル発売するんで、ね、すっごいね、極端に暇だったら聞いてみてください。それでは皆さんも素敵な自由空間ライフをお過ごしください。俺のせい。じゃあ失礼します。はい。